にちは、こんばんは、です。今回は近畿の極、八の極やっていきたいと思うんですが、まあ、八の極といえば、ちょっと詳細見ましょう。ポチ。ワープとブロックですね。ワープとブロックなんですが、まあブロックはまあ別にあってもなくてもって感じだと思うんですが、まあ、とりあえず行きましょうか。で、アンチワープなので今回は竈門炭治郎使っていきたいと思います。フレンドで、まあ、過激がいいよね。過激、加盟劇、過激照明 L、 この方かな。こんな感じでいきたいと思います。で、これがちょっと履歴でこうだったので、そのままコピーして最後はデクフィニッシュでいけたらいいかなって感じでいきましょう。で、ウォッカが2人行きましょうか。遊撃食べてると、遊撃 L だっけ、食べてると調教メテオでダメージが入るだったと思うので、まあ、遊撃食べさせていた方がいいよって感じなんですけど、一応遊撃特急ですね。でもこれはあんまり意味ないんじゃないのかなと思います。行きましょう。ちょっと待って。はい、これで OK。 今一応確認しましょう。同撃と線型の加盟撃に証明るですね。で、レベルが、120ですね。と、まあ自分がね炭治郎持ってないので、あんまり使ってないんだけど、まだね、あんまり使ってないんだけど OK。 あとあのミッションやってないからね、まだね、あの鱗滝の、なんかあんまり使ってないんで、その実感どれぐらい強いのかっていうのがまだ体感できてないんですけど、いいんじゃない、超アンチワープ。まあ地雷は今回ないんで、マイン M はね活かせないですけど、キラーかな、キラー、バイタルキラーと超アンチワープだ。でも普通に強いんじゃないかな。3つ触れら、無理ぽよだな、これ無理ぽよ。あ、いけるか、いけないね。はい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 。まあでもウォッカ遊撃食わせなくても、まあいろいろとねクエストブレイカーがねいっぱいいるんで、全然余裕だと思うんですけど。くれてくれてははは、まあこういうことあるよね、こういうことある、こういうことある。で、ここね、こうなるとあれだよね、ちょっと大変だよね。 OK。 どうしよっかな。2フレじゃ無理なんで、キラーはあるけど2フレじゃ無理だね。そうだね。はーい。まあでもボス削り、まあ大丈夫じゃないかな、多分。3回触れて、OK。次、ウォッカ、ウォッカもいけるかな。カウンターキラーもらえば、友情がね、入ったと思うんだよな。OK。ヨシノブ、ヨシノブだったっけ、あれあれ、ヨシノブだったっけ、あ、合ってるっけ。多分ね、友情入った気がするんだけど、ああ、あっちにも入ってるね、村正にも。カウンターキラーもらってるんでって感じかな。で、炭治郎、よければ弱点殴りたいんだけど、ああいいね、今弱点じゃなかったと思うんですけど、いい火力だね。友情も入ってるかな。 OK。 はい、で弱点グーいきます、いきません。まあでも SS 短縮していきましょう。ああ、いたいた、ああレザーストありがとう。まあレザーストなかったらちょっと大変だったかも。
これで OK。 あとね、ちょっとぐだらないとあれですよね、あのデクが打てないボスでね、なのでもうそのぐだりもねありつつですが、ちょっと悪い位置、これゲージ抜くと、あ、いけますね、さすがデクですね。対木の心得、あれ光属性って紋章5000いってたっけ、もしかしたらもう一個上いけるかも。 OK、 炭治郎普通に強、まあ友情入ったけど普通に強くないかな、これめちゃくちゃ使いやすいですね今のところ。横町が2人以上にくれれば OK、 次打てるので、あ、これ普通に強いかも、強いというか使いやすいというか、うんって感じかな。まあ、別になんだろう、まあ、フレンドが例えばウォッカーの特エル、遊撃特エル食べてる子がいるのであればそっちでいいと思うし、まあでも炭治郎過激モリモリのフレンドがいるんだったら、まあそれでもいいしって感じかな。まあせっかくならちょっと SS も使いたいんですけど、炭治郎ね、よし突破したいかな、突破しましょう、いける、あ、受けたね、オッケー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 。ウォッカって何だったっけ、ウォッカは普通にメテオだよね、いけるかなこれ、敵の弱点時に大ダメージ、これも入るんですかね、一応3フレする、いやしないでみよっか、2フレぐらいで、よいしょと、ん、下いけたね、1フレで下いった、多分ね上はね触れてない、落ち武者は多分弱点触れてなかったと思うんだけど、おそらくね今いけたね、もしかしたら1フレ弱点でいけるのかもしれない、カウンターキラーもらって、なるほど、かもね、かも、 まだわかんないけど、あ、これワープに当たりそう、はい、ちなみに次はボスだよね、ボスだよね、こんな感じでナイクリ、ナイクリいいね、時短ナイクリでボス戦ですね、でまあまあデク打てばいけるので、カウンターキラーかバイタルキラーどちらか発動しての2フレかな、してれば、まあ、いけるんですけど、フレンの大変だなこれ、あ、打つ機会ないんですよ、打つ機会がない、多分だって次多分デクで終わっちゃうと思うので、ちょっとまあ適当に、2フレした、2フレ、おお、ナイクリ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 、いいね、ナイクリナイクリ、クリティカル持ってるからワンチャンクリティカルって感じでいいじゃん、でいやちょっと待って待って、危ない、いや大丈夫か、いや一応ちょっと待って、どうしよっかな、倒せるのを目的で3フレできたらしてねって感じで、あー触れないんかい、ごめんねすいません、上も触れる予定だったんだけど、下に来るってことはこれでいっちゃう、
で吸収ですね。で、まあ、炭治郎打ったのでありがとうございますということで2フレでいきましょう。片方のキラーに2フレでボン。2000万ぐらい終わってるよね。ありがとうございました。いやー、これはいいね。昔は曹操とかでね、バトル2かな、ボス2で右側でドン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 って壁ドンで倒すという感じだったと思うんですけど、やっぱデクいいね。でも炭治郎はまあまあまあ普通に使いやすかったんじゃないのかなと思います。 OK、 はい、ありがとうございます。マインワープで全部火属性でいかなきゃいけないんですよね。はい、ってなるとこんな感じなんですけど、あれ超飛って1体しかいなかった。サブアカにね、実は炭治郎当たったんですよ、10連で。そう、炭治郎当たったので、カシモンします。カシモンします。カシモンして炭治郎入れて超飛炭治郎でしょ。ってことは1体は他のやつ入れなきゃいけないんだ俺。なるほど。で誰入れよう、アルカディア。ちょっと待って、超飛2体いたと思ったら、え、超飛いないの。いや、ユミルとか絶対入れないでしょ。あのね、超飛2体いると思ってた。え、ほんと。超飛1体しかない、マジか。2体だと思ってた。ちょっと待って、なるほど。あ、まあ、頑張りましょう、頑張りましょう。なるほどね、調子乗って、まあ数こなしゃいけるだろう、超飛2体いるしみたいな感じで思ってたけど1体でしたね。はい、まあ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 頑張ろうということで、はい、次使いたいのがね、11の極で、まあ無理やり義勇、トメカ義勇使える、使えそうな感じがするので、ここほら重力ワープだけど、ノストラね連れてったりとかあると思うので、まあキラーがねあるんであれなんですけど、だったりとかする。ローレライか。あ、なんかローレライもまあ強いみたいだけど、1体とかだとなんか大変そうだよね。はい、ちょっとここでちょっとギウさん使ってみたいなっていうふうに思ってます。とりあえず今回の目標は前回行ったところまでは行く、ここね、ここで、ここ頑張りたいって感じですね。はい、ってことで今回はこちらの画面で終わりにしたいと思ったんですが、モンダマレベル5、これ忘れてました。なのでこれを引きながら終わりにしたいと思います。ちなみに上のエネルギーが40ポイントですので、まあ、今回溜まりますよということで、これでね3つ目かな、3つ目、そうですね、3つなので一応1体ずつ交換はできる感じになると思うんですが、まあ50、マックス50もらえるのを願いつつ聞いていきたいと思います。欲しいのが、そうね、一応今回がゴエモンとラミエルか、両方いらないかな。まあ、ラミエルはちょっと欲しいって言ってたらもう3体かな、ゲットできたので、まあ豪絶適正の持ってない子が来てくれたら嬉しいかなって感じで引きたいと思います。ということで今回は改めまして、近畿の八の国ですねにかまど炭治郎を使って挑戦してみました。まあデクがちょっと持ってっちゃった分はあるんですけど、はい、まあなかなか使いやすかったんじゃないのかなというふうに、一体、まあ、別に編成してもいいんじゃないのかなというふうに思います。ということで最後までしょう、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。やばい、行きましょう。かぶりだけはちょっとご勘弁ということで、 UK、 あ、ちょっと待って、竹目かずち持ってないわ。ありがとうございます。で最後にエネルギー、
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。